ここから先は立ち入り禁止です。入らないでください。落ち着いてゆっくりとこちらに避難してください。ん？おい、ちょっとあんた、ち、待て。この君、そこの君、待て。おい、そこの君、事件あるところに桐生一馬の存在あり。お前さんに話がある。久々に一杯引っ掛けねえか。
キリュウ。いらっしゃい。あら、伊達さん。今日はお友達もご一緒？ああ、ママ。伊達さん、ここは？ああ、昔お前がよく使っていたセレナだ。今、新しいママに買い取られて様変わりしたけどな。伊達さん、いつものやつでいい？うん、あとで若造も来る。ヤスの分も頼むわ。はい。ずいぶん若いママだな。ああ。でも度胸と器量はそんじゃそこらのババアよりもすげえ。誰がババアですって？はい。聞かれてたか。ママ、ちょっとこいつに話があるんだ。外しておいてもらえっか。はいはい。ごゆっくり。ここは俺らがいつも使ってる店だ。盗聴も盗撮もされてねえ。安心しな。ああ。しかし伊達さん、どうして俺があの場所にいると？和樹から聞いた。お前さんのことだから、また事件に巻き込まれてんじゃねえかと思ってな。お、来たか。ブツは？もう、ブツって、そんな物騒な代物じゃないでしょ。はい、どうぞ。こんな強いの無理。ママ、俺のこと殺す気？それより、水。はいはい。お。よしよし、でかしたぞ。偉そうに言わないでください。デスクを雑用に使う新人がどこにいますか？もう、人使い荒いんだから。それは？ああ、お前に見せておく必要があると思ってな。東城会の現幹部たちの写真だ。どうしてこれを？実は私、こういうものでして。伊達さんが新聞記者？ああ。キリュウ、お前が巻き込まれている事件、実は今俺が追っかけてる山とつながってる。山？東城会、そして政治家鈴木義信に絡む沖縄リゾート開発。こっから先は危険な旅だ。お前さんには敵をよーく知っといてもらう必要がある。少し時間をもらうぜ。このスキンヘッドの男、こいつが三代目錦山組組長、神田だ。錦山組か。ああ。お前と三年前戦ったあの錦山組の当代がこいつだ。俺は今まで会ったことがないな。まあ無理もねえさ。こいつは二年前まで強姦で無所にぶち込まれていた。喧嘩と女が大好きっていう典型的なイケイケで、錦山が組長をしていた頃は鉄砲玉にもならねえほどのチンピラだったらしい。どうしてそんな奴が組長に？無所から出て以来、こいつはカムロ町を中心に勢力を拡大していった。徹底的な暴力路線でな。2年前といや、近江連合との抗争の後だ。警察も東城会との距離を取りたがっていた時期に、こいつは感激を縫うように島を拡大。穏健派の2代目風間組の島をどんどん奪い、急成長していった。この男の目的は？ズバリ、東城会の跡目だろ。てめえが欲しいものは何があっても取るってやからだ。女だろうと島だろうと欲しいものは強奪する。とにかく力ずくで後先考えずに突っ走る。じゃあ柏木さんを撃ったのも？ああ、可能性は高いな。こいつは直系白鵬会会長峰義孝ってやつだ。峰義孝か。港区を中心としたオフィス街にいるやつでな。とにかく若くて金を持ってる。
高級会社を乗り回し、一見すると青年実業家って風貌だな。シテセンやインサイダーを使っての株取引と不動産売買で巨万の富を得た、まあ言ってみりゃインテリ極道の代表格的な男だ。なるほど。今東上界の金はこいつで回っていると言っても過言じゃない。年間かなりの金がこいつから東上界に流れてる。特に三代目錦山組の神田あたりはかなり峰から回してもらってるって話だ。どうしてこの男が神田に？この峰という男、数年前までは新興ベンチャーの立ち上げなんかをやってた普通の会社員だった。それをこっちの世界に誘ったのが武者上がりの神田だったらしい。峰は神田の仲介を得て堂島大吾との杯を交わし東上界へ来たみたいだ。それじゃあ神田とつながっている可能性もあるのか？いや、峰は六代目の信奉者だ。最近じゃ自分の組の力もあって神田の後ろ盾も必要ない。神田のことを煙たがってるだろう。この AV 男優みたいな男、こいつは通称浜の帝王、直系浜崎組組長の浜崎豪という男だ。横浜か。ああ、3年前の抗争事件の後、あの中国系マフィアのジャカに代わって横浜を制圧したのがこの浜崎だ。この男、結構裏が見えないやつでな。どういうわけか、島を奪ったはずの中国系の連中ともうまくやってるらしい。あのジャカと。ああ。だがこいつが不思議なのはそれだけじゃねえ。実はこいつの組、構成員が10人程度しかいねえ。なんだと？普通、あのジャカ相手に横浜の島を奪い合うなら、最低500、いや、1000以上の兵隊を持っていないと渡り合えない。だが、こいつの組はジャカと争うこともなく、やすやすと横浜一帯を手中に収めた。なぜそんなことが？まあ、おそらく裏で中国本国のマフィアとつながっていて、密輸の窓口や日本での資金運用なんかを引き受けてるんだろう。いいように利用されているだけなのかもしれないな。マフィアとのつながりか。まあ、裏は取れないが、今回の一件、裏でリゾート絡みの利権が絡んでいるとしたら、一番絵を描いた可能性があるのはこの男だろう。中国のマフィアと連携してリゾートの利権を得ようとしたと。まあ、カジノやらなんやら、さらに裏があるのかもしれん。柏木さんは死の間際、俺に言った。リゾート開発の裏で利権を狙っている奴が東上界にいると。俺もそう踏んでる。今の東上界でこれほどの絵が描けるのはこの4人くらいだ。柏木さんはもう一つ俺に言った。その裏切り者は大吾を撃った男ともつながっていると。大吾を撃った男だと？大吾、それとリゾートの買収候補地の土地を持っていた中原という男を撃った犯人だ。これ一体どういうことだ？これ死んじまったお前の親代わりだった風間じゃねえか。俺にもまだわからない。大吾と中原を撃ったというこの風間のおやっさんに似た男、俺を襲った黒いスーツの白人たち、それにさっきのヘリの襲撃、敵は一体どこにいるんだ？まあ今はとにかく東上界の裏切り者を探すしか道はねえようだな。ああ、俺はこの絵の男が誰なのかを追ってみる。お前は柏木を殺す可能性が一番高い神田を追え。分かった。
悪いな。もしもし。リキア、すまないことしたな。どうした？沖縄で何かあったのか？いや、そうじゃないんです。ん？じゃあどうしたんだ？今俺、カムロ町にいるんですよ。何？どういうことだ？兄貴は俺を沖縄に残したかったんでしょうけど、俺やっぱり自分の手で親父を弾いたやつを探したいんです。リキア、朝顔のことはミキオに頼んできました。心配しないでください。すみません、兄貴の心遣いを無視しまって。いや、いいんだ。勝手に置いていった俺が悪かった。兄貴、それよりお前、今どこにいるんだ？え？いや、それがよくわからないもんで。ん？どこの道にいるかくらいわかるだろう。いや、それが右も左もわかんねえ、そういう感じで。お前、ろくに調べもしないでカムロ町に来たのか？すみません。まあいい。今からお前を迎えに行く。とりあえず目印になりそうな場所を見つけたらそこで待っていてくれ。でかいビルとか看板のある店とかそういうのでいいですか？ああ、そこに着いたらまた連絡してくれ。わかりました。それじゃあまた後で。もしもし。
ううん。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
ありがとうございました。してんだよ、おら。その女こっち渡せ。こっちは急いでんだよ。あ、なんだお前。兄貴、目立つぜ。こんな場所ででけえ声出してるとな。それがどうした。お前に関係ねえだろうが。その女、こいつらに襲われてたのか。はい、こいつら無理やり拉致ろうとしたんだと言っているが。だから、それが何だってんだ。文句でもあんのか、おら。何やってんだ。この胸のダイモン見てみろっつってんだ。あ、
ああ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。兄貴。兄貴。待ってくださいよ。兄貴。ちょっとお客さん。ん？うちはビジネスホテルじゃないんだよ。カップル以外はお断り。え？どういうことだ？あんたたちどうせろくな商売してない人たちでしょう。うちの部屋使って犯罪まがいのことされても困んのよ。要は目的がはっきりしてないとダメみたいっすね。ねえ、おばちゃん。はい。カップルじゃなきゃダメなんですよね。そうですよ。
ギャオ、私と兄貴はラブラブなカップルだから問題ないでしょ。おい、普段はカッコつけてるけど、たまにはイチャイチャしたいのよ。あんたたち、そうだったの。はいはい、それならいいわよ。今、この401しか空いてないから、安い分狭いけど我慢してね。どうもっす。エレベーター奥にあるから。ごゆっくり。神田も確か4階でしたよね。ああ。でかい組織の親分なのに、金ないんすかね。さあな、自分で金出すのが嫌いなだけなんじゃないのか。タグ、いつまでやってんだお前。つい、すいません。すいません。ここですね。ああ。遅いやないか、姉ちゃん。何やお前ら。まだことも始まってないようだし、少し時間をもらえるか。誰やお前。東城会四代目桐生一馬だ。何やと。これはこれは四代目、なんでこのようなとこまでわざわざ。あんたに聞きたいことがある。うわあ、敵や、敵が来たぜ。くそ、神田のやつ、上と下はどっちに行ったんだ。兄貴、俺はこいつら倒した後下に行ってみます。兄貴は上に行ってください。わかった。痛いのにして。落ち着いてろ、君学。くっ。スパー。オラ。スパー。オラ。オラ。セイ。セイ。イヤ。スパー。オラ。オラ。スパー。オラ。スパー。オラ。
んだ。くそ、しつこいやつじゃ。Yeah!
4代目がここに来とんじゃ。いきなり何しやがる。それはこっちのセルフじゃ。こんなとこまで勝ち込みかけやがって。こんがけ。お前とはゆっくり話すわけにはいかないようだな。ああ仕方ねえ、力ずくで話聞かせてもらうぜ。消灯じゃ。俺とサシの勝負したこと後悔させたら行くで四代目。やろう。
ぞ。うれうわどらおさあ、お前の知っていることを話してもらおうか。俺は何も知らん。この後に及んで何も知らないとは言わせねえ。柏木さんを弾いたのはお前の組だろ。じゃあ、頭弾いて何のメリットがあるんじゃ。お前は登場会の跡目を狙っていた。だから柏木さんを。ほんまに知らんのじゃ。多分この絵描いたんは浜崎や。浜崎だと。し、あいつはひそかにカブロチを狙っとったんじゃ。柏木を弾く動機もある。なんだと。やつは横浜で力を溜め込んで攻める機会狙っとったんや。ほんまや。前にうちの社まで暴れた中国人問い詰めた時そんな話しとったわ。兄貴、そっちは大丈夫だったか。ええ、なんとか。下にも結構数がいて手こずりましたが。このボケが。こいつが神田ですか。ああ。こいつもっと問い詰めなくていいんすか。今回の一件、こんな単純な奴が書けるようなもんじゃない。多分こいつはどうして大吾が撃たれたのかすら分かってねえよ。東京って怖い街なんすね。力也、中原の一件、俺が絶対に何とかする。だから悪いことは言わない。今のうちに沖縄に。嫌です。力也、自分は絶対に中原の親父を撃った男をこの手で仇を取りたいんです。お願いします。兄貴、自分を東京にいさせてください。お願いします。分かった。だが一つだけ条件がある。もしお前があの絵の男を見つけ出したとしても、絶対に一人では動かないでくれ。約束できるか。はい。よし、それじゃあ今日は一杯飲もう。お前にこの街を案内してやる。怖いことばかりの街じゃねえことを教えてやるよ。あの、そうっすね。
兄貴。いらっしゃいませ。ありがとうございました。兄貴。お？ナイス。すんません。兄貴。
そうっすね。兄貴。兄貴、兄貴、おう。ナイス。キリュウ。ほう、どうだ、恐れ入ったか。あんたがどれほどの堀しか知らねえが、俺のハブにはかなわねえだろ。ほら、ここんところよく見ろ。この色、柄、すげえだろ。なるほどな。いや、え、はあ、
ボケが行きましょう兄貴、バカの相手をしてる暇はないですし。ああそうだな。またんかダボが、わしの話は終わってないっちゅうねん。じゃか信者、吠えるのも大概にしとけよガキが。ガキやと、んどるわしよりガキのくせして。今日はこれぐらいにしといたるわ。我慢せい。ハブに魂を入れとるんだ。じっとしとけ。俺の炭は運命を変える。重さに潰されるんじゃないぞ。俺の背中はハブだぜ。ハブは沖縄の魂だ。
どんな運命だろうが丸飲みにして食らい尽くしてやるよ。よう言うた。お主なら入れ墨に食われることもないじゃろうな。よし、完成じゃ。どうすか、兄貴。さすがは先生、惚れ惚れする出来だ。兄貴と同じ歌彫りの入れ墨か。これで名実ともに兄弟分になったってことですね。そうだな。いらっしゃいませ。ありがとうございます。待ってくださいよ。お？兄貴。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 
兄貴。兄貴、兄貴、あの、ええ。じゃあ。さあ、もしもし。あっ。